はい、それでは今日も、リサーチをやっていきたいと思います。今日はですね、いつもの CSS デザインアウォーズじゃなくて、アウォーズの方をですね、ちょっと見ていきたいと思います。はい、早速これを開いて、これあれか、一回見たやつだな。あ、違うわ、スマホでちょっと見たんですけど、ファッションショーのやつですね。これを、これね、あの曲がめちゃくちゃかっこいいので、ちょっとクリックして曲も聴きながら見てほしいんですけど、かなりかっこいいですね。で、テイクアスのオプション。スナップショット撮れる。これすると PNG が保存されますね。クローズ。これなんだこれ。カメラビュー。カメラビューにすると。ビューが変わるんだ。すごっ。ファッションやばい。ちょっと待って。レッドオニオン。テイクアスナップショット。疑似的なこの観客をどう描画してるのかわかんないですけど。こういう風に。スナップショットを撮れると。クローズで、フリービューにするとこれが、マウスで動かせますね。真正面から。すげえ。チェンジ LED ライツ、 LED のライトを変えられると。ルージョン、イザン、アワードウィニングマルチディシプリナリープロダクションストゥディオ、あれ制作会社、よいしょ、エクスプロワー、フォロワーワーク、ルーションのサイトに飛びますね。音やば、結構ロックの音が流れるんですけど、やっぱりウェブがもうインタラクションでグイグイ動くというよりも、映像から音から何から複合技でね、めっちゃリッチになってますよね。まあスマホも 5G だし、白の背景がバーってなって、
すごい戻るね。スクロールバックすると、まあやっぱアワーズでサイトオブザデー撮ってくるサイトってクオリティ高いっすよね。かなり CSS デザインアワーズよりちょっと抜けてる感じがありますね。まあそういうことだと。アワードウィニングプロダクションスタジオタイプを調べとこうか。グリーダーディスプレイニラミッド、セリフがグリーダーディスプレイで3セリフがニラミッド。んー、ちょっと透過度じゃないわ、ウェイト変えてますね。ウェイト変えて名前は頭大文字、肩書きが全部小文字。これはキャンバスでどうなってんのこれ。3JS かやっぱ。サーバーはネットリファイ。という感じですね。かなりレベル高いですね。ちょっとこれ技術の解説できないけど、すごいです。はい、次行きましょう。これデザイン会社ですね。Make them remember your brand。ブランドを記憶させる。ミニマル。With unique, meaningful, positive, inner engaging, pure, minimal, disputed な experience で、ブランドを記憶させるという、タグラインがあって、のおトップはブラック背景のタイプで、ここはセリフ、ここ3セリフ、これかわいいですね。でメゾンか、メゾンっていうメゾンの家とかねのシリーズだと思うんですけど、まあ M も K もそれぞれちょっと特徴ありますよね。でこれがシルクっていうセリフ書体っぽいですね。で画面いっぱいでホームプロジェクトアバウトです。ここがナビゲーションでしょ。でなんかスポットライトで照らしてみたいな。でホーバーするとギュギュンって動きますね。ロゴもアンテカマラ、で A がウムラウト強調入ってて、これがナビゲーションアイコン、ホームプロジェクトアバータース、まあ、ここと同じだけどスクロール、あ、ちょっといるんだ。まあ同じですね。ちょっと有機的なグネットなりながら開くけど、あくまでもモノトーンでダークグレー、これブラックストゥディオ、ブランディングオールザジャズ、でスクロールするとホワイトに反転して縦位置のポートフォリオ
パララックス。スクロール量が違うと。ホーバーで、ちょっと、ムニョニョンってこう、ホーバーの時に、ちょっとなんか、幻想的な、横にずれますね。あー、これがサインなんだ。画像変わると。これね。で、レイテストプロジェクト。これもメゾンなんでしょうね。タイプは。イネスピラー。ブランディング。これカテゴリー。で、620-826。620-1.33。大体縦位置の写真は 1.3 の比率前後が多いですかね。まあウェブって縦のねスクロール縦位置の高さあんまりないので一体 1.3 が多いですかね。 What to do? Some visual cultureで、レッツトーク。コンタクト。メールフォームじゃないわ。メーラーに行くと。で、これをクリックするとどうなるか。おー。一回上から来て、下から上に戻るんだ。で、あー、ロゴがディファレンスですね。ロゴと、ナビゲーションがブルーの反転の、ちょっとレッドっぽい色になってますね。で、グリッドシステム。グリッド。イネスピラーでセンター配置のセンターでしょ2514に対して135、マックスウィルスが1440、ですね。で、基本横位置の画像が並んでいくと。まあ、この辺はビハンスみたいなね、感じの見せ方ですね。綺麗な画像が、ビューボートに入ったらフェードインしていく。ちょっとだけ下から上にフェードインで、コンタクト。別のプロジェクトへのリンクがあったりはしない。プロジェクトやばーたす Between openings. We've never learned. 何か書いてあったけど、まあいいや。あ、このやっぱメゾン。かわいいですね。メゾン。34-44。ADADAD。まあグレーですね。ノーマル。メゾンってね、この A がちょっとあの曲線が可愛いですよね。 E も、記号も可愛いですよね。ちょっとヒューマニズム的な書体。 G も可愛いですね。有機的な曲線って感じですかね。
このビジュアルいいですね。まあ普通の iMac だけど、植物で前ボケで結構ダークな感じ。ごちゃごちゃしてるけどかっこいい。ブランディング、ウェブディベロップメント、デザイン、グラフィックから、ディベロップとブランディングまで、チーム CEO オキシンファーマー、マジ？パッド DJ、 パッド MGD DJ、CEOクリックできたりはしない。ここで切り替わると、結構遊び心ありますよね。ホバーするとこうだけど、ここをちょっと触ってねって言って、触るとこうちょっとおちゃらけた感じ。テニス？ん？テニスじゃないなこれ。まあこれ不思議なね感じですけど、グリッドですね。ここセンターか、この辺センターですね。まあこれセンターになってんのかな、なんかずれてる感じするけどね、多分ずれちゃってる気がするな。ここのてるか、まあいいや。いやでもずれてますよね、ずらしてるのかずれてるのか。ここだけでかっこいいっすよね。でブラックにホワイトタイプだけど、画像が出てくるとディファレンスで文字が、オーバーレイしていくと、文字が一応見えるようになってるという感じですね。ミックスブレンドモード、これですね。ミックスブレンドモード、ホームバナー、これ切っちゃうと文字が白のまま、だけどミックスブレンドモード、ディファレンスにすることで背景によってタイプの色が変わっていくと、フォントサイズミニマム、なんかね CSS いろんな書き方ありますよね。min 6vw 120px、 ちょっとこれメモとこうか。min 最初 6vw で、まあピクセルで言うと 128px。 どんどん進化するんでね、わかんないですよね。サーバー調べとこうか。ギャツビー使ってるな。JS のフレームワーク。
リアクト。テールウィンド CSS ね。これちょっと僕ね、よく知らないんだけど、まだ。ユーティリティファースト CSS フレームワーク。そうなんだ。ちょっとこれ。うん、時間があったら試してみたいですね。うん。はい、という感じですかね。今日はこんな感じになります。ごちそうさまでした。